常に感謝してます。で、まあ、今もスターセリフ新品を売ってるんですけど、それはまあ、あの非常にやっぱ売ることは誇りに思ってます。うんうん、で、2月に退職をして、若干の準備期間を経て、まあ、平成22年の4月に、まあ、株式会社スズキを開業をするんですよね。うん、で2008年のリーマンショックから、まあ、1年半経過してたんですけど、まだまだその国内の製造業は仕事がなくて厳しい状況です。で、まあ、自分でやりたくてしょうがなかったんですからね、もう夢に描いて起業したもんですから、まあ、ちょっとね、やる気満々でした。はい、でもう自分のためですからね、会社のためですから、自分のためですから、もう頑張ります、ね、頑張ろうと思って、あのワクワクしてたんです、しました。で今までの人生はやっぱ最後には何とか帳尻があったものですから、うん、あの今回も何とかなると思って楽観的に考えたんですよね。で、まあ、早速ね、前職の土を頼りにして自動車屋さんを回って機械の営業をスタートしました。で、厳しいなと思ったんですけど、まあ、想像を超えた厳しさでした。やっぱスターセリフスの方がすごい大きいんですよ、うん、そう、うん、本当に厳しくて、まあ、皆さんもね、なんとなく想像つきますよね。上場企業の看板が大きくて、うち、ん、さんのうまくいかねえだろうっていうのはなんとなくね、想像つくと思います。ああ、うん、僕もそう当然想像してました。うん、やっぱり、個人ってやっぱりすごく信用してもらえないんですよ。もう、まあね、まあ、考えてみて1500万から単価するもので、そうね、3000万もするものだから、あんたから買って大丈夫なのっていう、本当に大丈夫なのっていう話だから、うん、まあ、確かにそう言われればそうですね。うん、で、まあ、お母さんのところに行って、で、なんかここ買ってくれそうだなと思うと、まあ、まあ、しつこく行くですよ。3回ぐらい通ってね、マリブに。で、もう最後に、まあ、うちはまあ、力のない個人からはちょっと買えないよねって言うんですよね。最初に言えよって言うんですけど、で、まあ、お役が立てね、いや、お宅だってブローカーみたいじゃないの、ちょっとブローカーさんとは付き合えないよなんて言われるもんですから、うん、で、ひどいこと言われてね、うん、まあ、追い返されるんですよ。うんうん、だもんすからね、うん、ちょっとまた夜こっそり来てちょっと火をつけてやろうかと思ったんで、ね、そのぐらいあなたに来るんですよ。まあ、ちょっとね、自分も甘かったんですけど、でもね、ショックだったんですけども、後戻りはできないですよね。もうやっちゃいましたから、うんうん、もう一回スターセリフスにいるべきでも、さすがにいい会社ですから、一回やめるとよかったな、もう一回戻りたいよって言ったら、それできるんですよ。それ当然戻りたいんですよね。あ、採用してくれない、やっぱ。あ、もう採用してくれないです。ほんと、やめちゃった人間は。なるほどね。はい、うん、なんですかね、まあ、戻れないからね。で、事務所に行っても当然電話は鳴らないんですよね。うん、はい、で、まあ、機械がまるで売れない、うん、で、見積もりの依頼すらないですね。行っても見積もり出してくれとかっていう依頼もないから、うん、ただもうぐるぐる回ってないですね。うんうん、本当にね、まあ、回るだけ暇でした。うんうん、そう、で、まあ、メーカーにいた頃の、まあ、顧客メンバーを頼りに自動車さんを毎日毎日もこう回ったんですね。うんうん、で、まあ、埼玉県内からマスターとして、自動車屋さんってのはその問屋さんもしかして、あ、ごめんなさい、エンドユーザーじゃん。エンドユーザーです。エンドユーザー、はい、工場、町工場、はい、なるほどね。町工場でも、町工場で、割と自動版を使っているお客さんというのは自動版しか使っていないお客さんが多いですけど、我々の業界だと町工場で自動版屋さんを自動版をたくさん使っているところを自動版屋さんという名称をしているので、はい、まあ、ユーザーです、はいはい。で、まあ、そういう自動版のユーザーを埼玉県からスタートして、まあ、栃木、茨城、群馬、千葉、しらみつぶしに回りました。うんうん、で、まあ、最初の1件は、1年は、まあ、300件ぐらい取り込み営業を展開したんですけども、まあ、散々な状態でした。前のお客さんはそのうち何割ぐらいだった？前にその関係が深かったお客さんに行ければいいんですけど、はいはい、僕はスター精密から独立してるもんですから、はい、うん、簡単にその、はい、既存のお客さんに、やれました、はい、僕から買ってくださいっていうふうに、はい、いけないんですよね。なるほど、既存のやっぱ商社のルートもありますから。ああ、なるほどね。はい、はい、うん、はい、だから美味しいと思う、もう、あ、ここ行ったら買ってくれなっていうところは一部にはあるんですけど、うん、ちょっとそこはいけないという。なるほど、うん、
うん、じゃあもうゼロから。まあゼロからですね。おお、はい、なるほどね。で基本的にはその久しぶりに期待してるのも。あのスター精密を使っていない自動車屋さんに行って、うん、スター精密の新品を売ってこいというのはやっぱり、あ、売ってきてくれればすごい助かるよっていうところがやっぱり、はい、スター精密の思惑なんですね、はいはい、で僕もまあそれで始めるよっていうところで始めたもんですから、はい、うん、だからまあ協力しますよ、スター精密は、はい、価格についても何についても協力しますけど、うん、はい、それは商談が始まった時ですよね。あ商談が始まらなければ何の協力もできないから、ね、はい、なるほどね。だからそういう意味合いでは非常にやっぱりあのちょっと厳しいところ。社名をこうなんかすればよかったんね。スター精密ショーなんか。ああそうですね。スター精密なんとかショーとかね。うん、なんかね。ああ、はい。なかなかいいアイデアだね。そうですね。そうですね。日本電産の社長が日本電産という名前をつけてよかったのが。あのずっとこう営業に行くと、海外に営業に行くと、うん、ああ日本電機さんですかっすよね、うん、勝手に間違えて、違うと言ったら嘘になるから黙ってたって。ああだ社名が大事だって言ってたよ。まあちょっと半分詐欺やけどね。あそうなんだ、ね、まあ小手先だけど意外にちょっとねあるかもしれないね。社名が意外にね。あ、だから今からでもいいやね。そうですね。スター精密20年トップ営業マンをでかくやって、株式会社鈴木がちっちゃく見えないぐらいにしとくってね。そうですね。か、あ、特約店って入れるって。あ、スター精密特約店って。トラクターの家を借りる。いやいやいや、それはでもそれ、ね、新品はでもそうじゃん。ね。あ、意外にいいね、今アイデアとして。いいかもしれない。ああ、ちょっとね、確かに。あの、社名もちょっと今、浸透しきるもんですからね。ああ、鈴木が、はい、鈴木が、あの、浸透しきる。ちょっと待った。なるほど。すみません。で、まあ、そんな状態に機会はいなかったんですけど、はい。で、まあ、1年もそれでもなんとか制約に込みつけた案件が2件だけありました。うんうん、1年本当頑張りましたよ、頑張りましたよ、うん、で、売れないからもう何やるのもないから回るしかないから、うん、あの回ってました。うん、そう。でもやっぱり回り方も悪かったんですよね。ターゲット当然悪かったし、うん、はい、そうなると1年目の売り上げは3000万円ぐらいだったんですか。あ、そうですね、1年目の売り上げは2482万です、うん、そうですね、うん、はい、で、それ利益は、利益はね、あらりですよ、あらり。あらりですよ、うん。あらりはね、ほとんどないんですよ。ない。というのは、もう、どうしても欲しいですよね。あの1年回ってますから、はい、あの商談が来れば、もうあの、利益とかそういう問題じゃなくて、どうしても商談をまとめたいですよね。おうん、おう、そう、あの、そういう気持ちになるんですよ。おう、うん、もう、あらり考えずに。あらり考えずに。あ、ほんと、はい、あらり考えずに、そうですね。うん、もう、とりあえず一件決めたいんですよ。回ってるから。なるほどね。はい。一件でも注文欲しいんですよね。はいはい、そう。そう。はい。うん。なもんですから、もうほとんどそうやって利益がないです。うん。うん、利益をどまいして、で、無理やり商売固めちゃうから、うん。うん、で、自分もまあ、自分で商売やって利益取るっていうのは初めてだから、そこはやっぱ下手くそなんですね。おう。本来商売人だったら、当然利益を出して、うん、あの商売を固めて、で、何かしらの利益を取るというのは当然のことなんですよ。うん、その時は始めたばっかりで、一年の商談もまとめたことがないから、一年も売れてないから、とりあえず一年売らなきゃいけないと思って、頑張って歩いてるわけだから、もう利益いいんですよ。No. うん、そう、で次にね、またちょっとしばらくしたら、利益取ろうと思って、うんうん、割とでもみんな、あの時々交差機会の営業の中は、最初に利益を考えずに商談をまとめちゃう、で、続かないっていう話が聞きますよね。まあ、それも厳しいというのは厳しいんですけど、うんうん、でもほとんど利益がなくて、うんうん、で、まあ、1軒目に決めたやつなんですけど、それはもう20年以上も前のボロボロの中古の機械2台の商談なんですね、商売なんですよ、うん、で、今振り返ると、僕は今振り返ると、この商売はもう今やりません、うん、そのぐらいひどい商売なんですよ、もうボロボロの機械で、出したい人はまあ出したいですね。で買ってくれる人は、まあ、
本当に動かんのか分からないようなものを、まあ、買うっていう、ちょっと今振り返ってみるとちょっと嫌だったなっていうふうにちょっと思いますね、うん、その人がね、うん、でももうしょうがないから追い詰められてるから、まあ話にまとまれば間に合ったかったんですから、その時話をまとめました。うん、で初めて、まあ、決まった商売ですからね、うん、やっぱめちゃくちゃ嬉しかったです。おう、うん、今振り返るとその反省はしてますけど、その時めちゃくちゃ嬉しかったです。1年目ですから。おう、うん、まあ、そうで、まあまあ、ちょっとあの9月頃だったんですからね、うん、まあ、最初厳しかったんですけども、まあ、こんな格好じゃなくて、まあ、搬出搬入の時にはお作業着に着替えて、一生懸命汗だくになってやって、はい、全然儲からないんですけど、嬉しかったです。うん、うん、で、1年目の最後に新品がね、なんとか2台売れて、いつも4台の商談が決まってますよね、うんうん。で、先ほど言われたように、確かに2500万ぐらい弱の売り上げだったですね。うん、で、2500万、まあ、もう話に今言っちゃいましたけど、2500万っていうと、なんか、儲かってんじゃねえかって少し思いますよね、皆さんね。2500万の売り上げって皆さんからすると、まあ、小売店さん、前の高い小売店さんなんかすると、2500万の売り上げってものすごい、儲かってんじゃねえか。これ1年分だね。そう、そう。うん、ね、あ、ダメなんですよ。そこは全然利益を伸ばしてやってるから、全然儲かってないんですよね。あ、新品でも新品でも儲かってない。あ、ほんと新品でも無理やり頼み込んで、お願いします、お願いします、ですから。値引きして、値引きしてね。値引きしてます。なるほど。はい、値引きします。うん、本当に儲からないで、うんうん、で、もう機械を動かすしかないんですよ、僕らは。うん、細かいものを売るというのは確かにあるんだけど、機械、まあ、メーカーにある機械だとか、中古に古い機械をお客さんのところに動かすっていう、動かすことをしないといけないから、うんうん、だから、もうそれなしでは、あれなんですかね、うん、だからもう無理やりに行けずって、やってます。うん、で、まあ結局ね、4台売れたんですけど、1台目は400万か600万円のね、結局計算相当赤字だったんですね。うん、そうで、まあ、スター精密の退職金を元にして800万でスタートしてるもんですから、うん、まあ、始めた時は800万もあるんだな、うん、余裕だな、2年ぐらい続くんじゃないかと思ったんですけど、うん、で減るのは、ね、むちゃくちゃ早いですね。うん、で、これ売れなくても営業してると、まあ、車で動くもんですから、で一生懸命動くわけですよ。静岡行ったりだとか、まあ、時には東北行ったりだとか、うんうん、でメーカーと同じような価格で動いてると、うん、経費もすごいかさんですね。で事務所兼住宅の家賃だとか、うん、家の生活費だとか、うん、結構経費が上がって、はい、でまあ節約してるつもりなんですけど、サラリーマン時代とその生活のレベルってあんま変わってないんですよね。変わってない。変わってないんですよ。なるほど。振り返ってみると。経費使いす放題ね。経費使い放題ですよね。それ今の時はだって自分のお金じゃないからね。いくらでも経費使っていいわけで、ね、もう、でも、うん、で、いくらでも使っていいし、で、生活、自分たち家族の生活のレベルも下げてないんですよ、ね。なるほど。変えられないっていう。変えられないんですよ。そう、気づかない。これ、ね、気づいても変えなかった。うん。やっぱり牛丼並みじゃなくて、うん、特盛りにした。特盛りにした。天ざるを食うところ、ざるそばを食わなきゃいけないところ、天ざるにしたりとかね。あ、なるほど。そこってやっぱりなかなか抜けるようでもいけないです。で、まあ、あるじゃないですか、まだ800万。あ、なるほどね。その中にありますよね。使えるお金がある。使えるお金があるうちはまだやっぱりなかなかね、そこのところの緊迫感って。なるほど。出ないですよね。で、まあ、でもそうは言っても2年目に入っても同じように厳しい状況が続くわけですね。はい、うん、で、もう100万ですから、2年目入ってすぐに生活費をね、総合ついちゃいました。うんうん、で、まあ、情けないことには、かなり生命保険を解約してもらって、うん、家で採れた野菜を食べて生き延びてたんですね。うん、で、まあ、小学生に、なる子供に使いたもんから、かなりまあ不憫な思いがさせました。うん、で、まあ、そこまではなんとなくこう自分たちで節約してるつもりで生活してるんですけど、節約しずに、まあ、普通の生活をしてたんですけど、まあ、そこから先に行くともうお金もなくなってきてしまったもんですから、まあ、外食とかも一切なくなって
で映画を見に行ったりディズニーランドに行ったりということも一切できなくなっちゃってね、お金がないから、うん、そう、そのままだと節約できないっていう情けない話なんですけど、うん、で、まあ子供たちもね、その辺の状況ってやっぱり分かるみたいで、お金を使うことは子供たち言わなくなったんですね。どっか連れてってくれとか、映画見に行こうとか、ディズニーに行こうとか言わなくなって、そう、家で一生懸命畑を耕してると、みんなでこう一生懸命手伝ってくれたりとか、まあそういう、非常にこう、気持ちいい生活にはなったんですけどね。はい。で、まあ、可能ある自分でもね、ただまあ顧客名簿を頼りにして、デザインをしてるだけでは、もう生活が成り立たないということが分かってきました。で、追い詰められてましたんで、まあ何をしようかと思ってました。じゃあ、前。で、まあ今までね、何もしていなかったんですけど、まあ僕はアナログ営業の方なので、ネットの営業っていうのはあまり考えなくて、で、ネットの活用ってしてなかったんで、うん、でもまあ何か手を打たないとダメだと思って、で、ホームページを作ろうと、ホームページ会社です。当たりをつけたんですよ、うん、で、ちょっと今日ね、ホームページ会社さん、いろいろさ、ちょっとあれなんですけども、聞くと、ね、割と皆さん、ホームページ会社さんって、いい加減な方多いですよね。そう、何社かあったんですけど、まあ、僕にいい加減って言われたくはないんじゃないですか。多いんですよ。でこっちはもう崖っぷちに立たされてるから、もう、ちょっとしたお金をね、出せないです、うん、もう、あれですから、もう必死ですからね、ワルオもそんなつもりなんですけどね。なかなかそこのところ、骨電子と向こうがこう提案するないとか、うまくマッチングしたんで、うんうん、で、まあ、月額1万円でね、鈴木さんのホームページを検索上位に表示する方法がありますけど、それはいいなと思ったんですけど、うんうん、でも、なんか、いろいろ聞いていくと、ちょっとうさんくさいよなと思って、うんうん、ちょっと大したことないんだろうなと思いながらね、うん、で、いろいろ、お金ももう使えないですから、いろいろちょっと吟味していました、うん。で、まあ、そんな中ね、ちょっといろいろな方から話を聞いて、まあ、ネットなんかで見てて、まあ、菅谷さんの書いた書籍、まあ、問い合わせが 4.7 倍になる超戦略型ホームページ企画図っていうのを読んだんですよね。うんうん、で、まあ、次の策をちょっともう、待ってるだけじゃダメだ、次の作品を取らなきゃいけないと思って、で、小屋さんとかに行ったり、東京の駅前なんかね、小屋さんありますよ、大きいとこね、椅子もあるから、そこに座り込んでいろいろ、これにしようか、あれにしようか、こういう展開しようかっていろいろ考えたんですけど、その時、まあ、菅谷さんには本を読んで、すごく、ね、内容が多くて、ね、菅谷さんに興味を持ったんですよ。うんうん、で、連絡をして、その2年目のクリスマスを前にして、初めて菅谷さんだったんですよね。うん、で、まあ、この時はね、僕の転機でした、うん。で、皆さんもね、そうでしょうけども、人と人との出会いの中ですごくこう、ラッキーになっていったり、アンラッキーになっていったりしたりすることってありますよね。うん、で、比較的やっぱり、いい人と出会うと、すごくいい方向に出ていって、さらに相乗効果で上に上がってますね。うん、で、僕はまあそれが菅谷さんです。うん、で、まあ菅谷さんホームページ、まあ今コンサルタントみたいになっちゃってますけど、ホームページを作るというところがそこはメインだったんですけど、その時に自分のまあ生涯ホームページを作るっていう話はまるでしないんですよね。うん、自分の生涯はしないんですよ。売り込むかなと思ったんだけど、売り込まない。多分、スナさんからすると、この人お金ないから売り込んでもしょうがないのかなって思ったんだけど、で、まあ、その時、今まで、まあ、自分がやってたと、まあ、鈴木さんにね、ちょっと聞いてくれたんですよ。うんうん、で、鈴木さんがね、飛び込み営業300件やってたのは、頑張ってるのはよくわかると、うんそう。で、まあ、やらない人よりはマシだけど、その戦略がなくて、ただ300件飛び込んでも、うんあ、それは持続性がないですよって言って、うんうん、で、
まあ、たまたま行ったお客さんに商談、購入する気持ちがなければ、まあ、商談に進まないですよねっていう、まあ、だから商談に全然進んでないんですけどね。で、まあ、それに何しろ、まあ、何キロ3メートル走ってお客さんとかに行ったよっていうのを、割と営業マンは自慢げに言ったりするんですけど、うん、僕もそういうタイプではあったんですけども、で、移動時間は無駄ですって言うんですね、うん、僕はその時何も勉強してなかったから、うん、移動時間は無駄って言われてもお客さんのところに行くのに移動しなきゃダメなんだと思いながら、なるほど、で、何言ってんのかなと思ったんですけど、なるほど、無駄なんだと思いながら、その時は漠然と思ったんですけど、うん、で、すぐには理解できなかったんですけど、ね、まあ、そこからちょっといろいろ勉強をし始めました、うんうん、で、その話の中でお金のかかるホームページの話というのはそこから先も一切ないですよね、うん、で、ホームページ作るのとは全然話が別で、商売にならない、うん、全然予想外のアナログ営業の戦略の話を具体的に教えてくれたので、うんうん、そうで、まあ、話を聞きながら、これをやったら確かに効果が出るなっていうのに、僕もその話を聞いたときに確信をしました、うん、これは確かに効果が出るなと思ったんですね、うん、で、まあ、この時に菅谷さんから教えてもらった戦略が3つあります。まあ、今日ちょっと詳しくお話をさせていただく YouTuber 人形作戦ですね、うん、で、それとアナログ営業作戦で、菅谷式ニュースレター作戦、うんうん、で、この3つをね、その時